どうも皆さん、お疲れ様です。産後に体力を戻そうと思って栄養価のあるチュールを与えたんですけど、あまりにも AM が悪すぎて見てると笑っちゃうんですけど、この子は基本何でも食べるんですけど、コオロギも冷凍コオロギもチュールもAM が割りすぎて本当に見てて面白いんですけど、やはりスーパーマックスのは目悪いんですかね。まあ全然うまく食べれなくても全然可愛いんですけど、見てて面白いので動画にしました。皆さんのレオパたちはどうなんですかね。それか私の餌やりが下手なのか。でも他の子たちはみんな一発で食べてくれるんですけどね。あとクレステッドゲッコもなんかちょっと AM が悪いような気がするんですけどね。全然話は変わっちゃうんですけど、私が小学校の時、ニホントカゲとかカナヘビとかを捕まえて耳たぶに噛んでもらってイヤリングって言って遊んでたんですけど、誰か同じような遊びをした人がいますかね。もしいるならコメントをいただけるとちょっと嬉しいです。今回も短い動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。